ヨガからもね、なんかないですかね。あ、懺悔どうですか。確かに。そうですね。あれ全員で。5人で。じゃあちょっとマイクの、あれこれは大、じゃあだいぶ反省してる。ヨガ、チームで、え、いや行きましょうか。だいぶ反省してるな。ヨガさんの反省です、懺悔です。本日ゲストのフーパーズさん、うん、いらしてたんですけれども、え、あのキュンキュンする言葉で、僕たちのマネージャーが大変興奮していたことをお詫び申し上げます。いいじゃん、別に。どうせませんでした。すいません、カメラの、カメラの奥側で。え、どこにいるんですか。気が散ったかと思います。いや、あそこにいるんで、ちょっとの近くにいますね。マイクだけちょっと渡してみますか。はい、ちょっとお願いします。声だけね。天の声。いや、マネージャーにね、言ってたんで、あのうちもマネージャー、ちょっとマネージャー女性の方ですよね。そうです、そうです。はい。あ、フーパーズさんみたいなグループが好きなんですか。大好きです。いや、それがですね、だから僕たちの、はい、僕たちの、はい、声だけ僕たちのあのライブとかで見たことないぐらい今日顔がほてっててめっちゃ笑顔になってたんですよ。どの方の言葉が一番良かったですか。最後の未来くんが良かったと思います。もう未来くんって呼んでますからね。ガチファンじゃねえ ね、すごい。いつも眼鏡かけてるんですよ、うん、今日外してますから。よく見えるように。ちょっとやめてください、もう。で、両側にのマネージャーは、はい、女性にキュンキュンする女性マネージャーがいて、はい、メンバーにお姉がいるっていうことです。そういうことです。複雑なんですよ、ね、ここでいろいろややこしいって普段難しいんですよね。ジェンダーレスだね。ここで放り込んでキュンキュンしたんですか。まあ、キュンキュンちょっとしました。やめてください。何にややこしいよ。ややこしいよ。お姉として女子のイケメンにキュンキュンすればややこしい。最後だからよくわかんない。最後だから乗ってやろうかなと。もう今日最後乗ってやるかなと。いや、ここまで守ってなるほど。まあ、マネージャーさんめっちゃいい顔してたね。本当に良かったんだろうね。高骨の表情でしたね。でも笑顔見れて良かったです。